しない。この程度の暑さ、めまい、ふらつき、脱力感、運動障害、疲労、頭痛、かすみ目、筋肉痛、吐き気ぐらいで全然大したことないだろう。別れ際にゴースト娘からもらった天幕を張って少し休憩をしましょう。しかし、よりにもよってこの島でも屈指の過酷さを誇るニニブ砂漠に出てしまうとは。他にも極寒の氷雪地帯とか、一歩足を踏み外すと転落死する鉱山地帯とか、溶岩しかない溶岩地帯とか、底なし沼と底あり沼が入り乱れる故障地帯とか、雷落ちまくる熱帯とかもあるけどね。でもそういう環境でしか生きていけないモンスター娘もいるからな。適者生存ってやつだ。セレンちゃん、暑さで難しいことを言うようになってしまって。それ IQ 上がってんじゃねえか。どんな生き物だよ。いざとなったら、ご主人君の分の水はリンが体内から捻出するよ。体内から。どうやってか聞いてやれよ。でも暑いです。胸の谷間にできた汗だまりが決壊して流れ出して気持ち悪いです。ほら見てください、ご主人くん。騎士団が追ってくる可能性もまあまああるんだよな。あるね。こんなバテバテな状況で、ううん、このあと水がなくなったりしたら砂漠で全力逃亡なんてどう考えても無理だよね。こうなったら奴ら返り討ちにしてぶっ殺してやりましょう。大丈夫か？目が座ってるぞ、クロミ。砂漠には戦上手と噂されるデュラハン娘が住んでいるはずです。今までのように仲間に引き入れられればこの上ない戦力ですが、確かオアシス周辺に出没すると聞きます。
です。そんな素敵なものがあるなら、どうしてもっと早く言ってくれないんです？デュラハン娘っていよ、私も話には聞いたことあるけど、はちゃめちゃにヤバいやつって話だぞ。病院そばのトンネルを通ると、指のどれかの爪が割れて、親指の爪が割れると親に良くないことが、小指は子供に、人差し指は自分自身に、中指と薬指は中年と薬剤師に良くないことが起こるんですね。やばい例の話じゃねえか。っていうか中年と薬剤師、ものすごいとばっちりだろそれ。ゴースト娘がちょっと前まで一緒に。そういうわけなので、やや躊躇されたのですが、水の補給もしないといけないようですし、ここは意を決してオアシスに向かうのも手かもしれません。オアシス行きたいよご主人くん。このままじゃ干からびて星スライムになっちゃう。主人くん、今さらっと怖いこと言わなかった？なかなかつかないね、オアシス。はい。あ、皆さん、見てください、蜃気楼ですよ。何言ってるのよ、あれは蜃気楼よ。蜃気楼にぬか喜びするなんてしょうがないやつだな。これは早くオアシスに着かないともうダメかもしれませんね。上空偵察任務ね、任せて。あったよ、あっちの方角に見つけた。うん、蜃気楼。っていうか私いいこと思いついたんだけど、これこれこうでああすれば。それは良い考えです。さすがはすずちゃん、知性派です。美味しそうな匂いに誘われてきてみれば、生めかしく寝苦しそうに身もだえる美少年発見。ピエロリー、これは
美少年の汗の味。おう、切なげな美少年、かわいい。では、いただきまーす。ズブリ。どうした、ご主人、敵か？だから、何かってなんだよ。どうしたの？うるさいな。何事？それが、何がなんだかでさ。そうなんだ。何があったんだろうね。大方寝ぼけたんだろ、ご主人。そうそう、明日も早いんだから寝ようよ。確かにね。ママ、おやすみ。変わらずかわいいね。クロミちゃんとは腹違いの姉妹だからね。およ、種違いだったかな。およ、腹種違いだったかも。それも赤の他人じゃねえか。まあそんな感じだよ。どんな感じよ。ことなんだろうね。そんなこと言い出したら人間の方が不思議だよ。モンスター娘は女の子ばっかしか生まれないけど、人間は男も女も生まれるじゃない？どういうことなの？ほらね。いや、そこは遺伝子の問題なんじゃない？人間は X と Y の染色体を持ってるけど、モンスター娘として生まれてくる場合は X 染色体しかないとかさ。わかりやすく言うと、生き物の設計図みたいなものがあって、それが遺伝子ね。その中の性別を決めるのが染色体という要素なのよ。すずちゃんは昔からこういう創作夢物語が好きだったよね。私、すずのお話、ファンタジーな感じで嫌いじゃないよ。ムカつく！なんで私の方がファンタジー大好き、お花畑のみたいな扱いになってんのよ！科学なめんな！これだから。うるさいですよ。起きちゃったじゃないですか。この大騒ぎの中、今の今まで寝てたのか、クロミ。えへへ。褒めてねえわ。クロミちゃん久しぶり。元気だった？え？ああ、はい。こんばんは。めちゃくちゃだ人形儀。なんで？血を分けてる可能性の高い姉妹だよ。え？あ、あれ？タンタルちゃん？
しばらく見ない間にちょっとおっぱい大きくなってたから全然わからなかったですよ。おっぱいで他人を見分けてんのか、お前。さすがのサキュバス娘。よかった、忘れられてるのかと思ったよ。忘れたことはありませんよ。タンタルちゃんは自慢の妹ですからね。いやいや、そんなことは。何しろタンタルちゃんはおチャンバラ選手権で優勝したこともあるんですからね。何？なんて？おチャンバラ選手権です。詳細を聞きたくもないが、それはそれとして、娘だろ、モンスターとはいえ。インキュバスは男の子の方と女の子の方と両方ついていますからね。股間を指さすな。ああ、インキュバス部分をそれでカバーしている感じなんだね。もうくるみちゃんってば、乙女のわいせつな秘密を公然にしちゃうんだから。わいせつな自覚はあったんだ。チャンバラの余勢を買って男の子の低層を狙ったりもする猛者ですよ、タンタルちゃんは。ろくなもんじゃねえな。さっきも美少年を見つけてつい。ああ違う違う、全然先っちょだけで何もしてないから。触ったぐらいで本当に何も。おいおい、ご主人落ち着けよ。ご主人君が言うなら。え、やも？じゃあやるか。流されすぎる！ちょっとクロミ、いいの？ヒャッハー！え？何がですか？すでに突撃している。
番ね。腕が鳴るわ。えい、ー、わん、どりゃあ、どりゃあ。どうしたいの？マスターにしてないの？わん、死になさい。わん、次はもっとスマートにやりたいものね。